京都市下京区おすすめグルメ、前回はどら焼き専門店ラップさんへ行ってまいりました。今回はパン屋さん金清さんへ向かいたいと思います。それではご覧ください。美味しそう。このコロネも美味しそうだね。うわ、絶対これ美味しい。クロワッサンもなんかパリパリしてる。やばいな。やばいな。有機栽培のコーヒーとヘルシーなランチ、いろいろあるんだ。あそこなんか並んでる。あ、山椒じゃこやって。京都の電気街。なるほど。いっぱいある。すごいね。ほら、コーヒー、グッドモーニングプレート、7時45分からいいね。ほら、お団子もあるし、こっち向けはコーヒー売ってはるし、すごい、いろんなのがある。すごいね。マフィンも売ってるよ。あ、ここもすごい、プレートメニュー。朝食だ。15時から始まる。すごい、ほら、ブレックファースト。何時だろうね。8時。さっきより15分遅い。うん、すごい、パン屋さんや。そう、パン屋さん。さっきのパンおすすめやけど。ネギか、おにぎりや。おにぎり屋さんだ。はあ、いや、爆弾おにぎり美味しそうやよ。たこ焼き、おにぎりに入ってたこ焼きが。11時から15時と17時から21時の、もうちょい閉まる。もう一回閉まるやな。すご
ごいね、いろいろあるね。奥まで過ぎるわ、ね、地下でしょ。地下板広いんじゃないの。すごいパリパリそう、パリパリそう。すごいね、クリームもバッチリ。美味しそう。バクッといってみたら。いただきますよ。ボロボロできそう。ボロボロできそうやね。面白い。うん、パパや。魚ね。うん、うん。ケニヒスクローネのやったらもうなんか言ってから入れてくれるやん、うんうん、なんかパリパリさが入ってたもん、うん、もうこっちクリームあれへんこれしっとりでもクリーム美味しいね、うん、うまい。こっちから入れてほしいよ。何やの？うまいね。先っぽだけ。そう、3分の2まで入った。念願のクリームパンじゃん。クリームパン、クリームパン言うとって。めっちゃうまそうやったよ。バニラビーンズのつぶつぶ。つぶつぶ入ってる。いただきます。クリーム美味しいんだけどさ、さっきのあのどら焼きの生地にこれ入れたらうまいね。もう最高やね。隣で豆腐なんかコラボで。やってコラボしたいね。うん、うまい。パンもうまい。はいはい。はいはい。青森やったらこういうの多そうじゃない？うん、そうが多いね。残念ながら行けなかったけど。まあまあ行けなかったよね。まだ行けるチャンスはやいくらでも。うん。あれちゃん、ちょっと練習した方がいいじゃん。あ、そうなの。サクって感じしない。パイ生地が美味しい。このリンゴの味付けと最初クリームパンで引かれてどら焼きさん、どら焼き屋さんの店の隣やったよ、うん、クリームパンで引かれて行ったけどこれはうまいな。アップルパンうまいね、うん、そのメロンプリンあれもうまいと思うで。ヒルトン富山を上回るから俺は多分あのプリンが一番最高に美味しかった。ヒルトン富山ちゃうかな、うん、最高にあのプリンの中でね今まで食べたプリンで一番うまいちゃうかな。
美味しかった。こんだけスペースあるとすぐ置いたよな。あ、一回にやる、まあ一回やるかないか分からんけど、その普通のソファーちょっと置いて、これ置いたら、こんだけまだ広いよね。うん、ソファーやってこんぐらいや、うん、で、こうテーブル置いたら十分通れるし、うん、うまかったです、うん、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。これからも応援よろしくお願いいたします。また次の動画もお楽しみに。